皆さん今日は、お集まりいただきありがとうございます。今日は、テリウムを中心に、メニューを構成させていただきました。レシピの方は、メインの方は至ってシンプルな感じで仕上げてありますので、レシピの方はテリーヌですね。前菜のテリーヌと温かいテリーヌとあとデザートのテリーヌの3種類のレシピを用意させていただきました。で、まあ大まかな料理の流れなんですけども、まずアミューズで、ブルーオマールブルーを使った、モナカですね。オマールブルーをムースにしまして、モナカの生地の中に、詰めたアミューズになっています。で、次がテリーヌですね。カモのまぐれと、フォアグラとドライフルーツと、ナッツを使ったチャツネを、モザイク状にしたテリーヌになっています。次が温かいテリーヌで、ブイヤベースをイメージしたテリーヌにしてあります。最後にスープドパーサンを注いで、召し上がっていただきます。で、メインなんですけど、スペイン産の、ホセリトというイベリコですね。イベリコ豚のプルーマという部位を、シンプルにグリエにしまして、黒胡椒とガーリックを効かせたソースで、召し上がっていただきます。で、次にデザートは、チョコレートとバナナとパンデピスのテリーヌですね。それに、プリノのソルベを添えて、お出しにします。こんな感じですかね、メニュー的には。まあちょっと、楽しい時間にできたらなと思いますんで、皆さんどうぞよろしくお願いします。では皆さん、本日はよろしくお願いします。乾杯。静かですね。また料理が出るたびにシェフがテーブルに回られるようなので、その時いろいろご質問などよろしくお願いいたします。はい、最初のテリーヌですね。ルーテの、カモのまぐれを使いまして、軽く燻製にしてあります。で、あとフォアグラ、ルーテのフォアグラですねと、チャツネを、モザイク状にして、テリーヌに仕立てました。で、表面に塗ってあるのは、カモのコンソメです。カモのコンソメにゼラチンを入れて、艶出しをしてあります。で、添えてあるのは、リバーブのコンフィチュールと、アランミリアさんの、メルローっていうブドウジュースを、泡状にしまして添えてあります。あとはルビーオニオンのピクルスと、ザクロですね。どうぞ召し上がってください。すいません、食べていただきながら、簡単に、ルージェの、マグレとフォアグラの説明をちょっとさせていただければと思います。
ルージェ社は、140年以上のちょっと歴史がある会社で、まあ、あのフォアグラと、カモンを、製造しているメーカーでございます。一番の特徴は、油が出にくいというところが特徴になります。今回使っていただいているのはフォアグラの、カナール の, あのホールのタイプのグランドフィジーヌという、ルージェの商品を使っていただいております。こちらの商品は、大体1個あたり400から500ぐらいの、大きさになりまして、フォアグラを多殺してから、3時間以内に、急速冷凍を、しております。そのため、解凍してから、もあの鮮度がいい状態を保たれておりますので、火入れだったり、テリーヌにしても、油が出にくい、ぶどまりがすごくいいフォアグラになっております。味の方もあのかなり、よくて、こちらあのルージェのフォアグラの全体の 3% ぐらいしか、取れない、グランドキージーヌというブランドになっておりますので、一度ちょっとあのお味見いただいて、まあ、マザーシェフにはあのこのグランドキージーヌというあの商品を、長年ちょっと使っていただいておりますので、ご堪能いただければと思います。あとはあの中に入っているチャツネの方も、弊社の、ファボロスというメーカーの、セミドライの、プラムだったりフィグ、アプリコット、フォアール、を、使っていただいておりますので、そちらの方もお味見いただければと思います。よろしくお願いします。もらってもいいですか？
一番最後まで。